はい、ハルです。今回は入門編透明水彩の始め方。はい、透明水彩始めてみたいけど何から始めたらいいかわからないっていう人とか、どんなものを用意すればいいのっていう完全初心者さん向けの動画となります。はい、まず必要なもの、はい、お水、筆、ティッシュ、水彩紙、パレットで中に入ってる絵の具、これですね。これがあれば透明水彩っていうのはいつでも始められます。まあ、まずお水必須ですね。っていうのは紙コップでもいいし、こんな感じで、ね、3つ穴があったりとか5つ穴があったりとかする入れ物があるので、どんなものでも大丈夫です。まあ個人的にはこういう水がね入るお部屋っていうのは最低3つぐらいあればいいかなと思っております。なんでかっていうと、透明水彩っていうのは水がきれいであることが大事なんで、青を使ってここでね混ぜたりすると、次に色を使うときにこの青が映っちゃう可能性があるんですよね。なので黒とか暗い系はここで混ぜて、ピンクとかね白とか黄色とか明るい色はここで混ぜるみたいな感じで、その色によってお部屋を分けてあげるっていうことが大事です。なんでまあ紙コップ3つぐらい用意してもいいと思います。はい、次大事な筆ですね。でまあ結論を言っちゃうと、筆に関しても絵の具に関しても、あとこの紙にしても100均で全て揃います。まあ、過去にもね、あの100円で買える水彩紙どんなものがいいかとか、筆どんなものがいいかっていうのは動画でやってるので、そのあたりはね割愛するんですけど、ただこれから長く始めていきたいとか、趣味としてもっと透明水彩深掘りしてみたいなっていう場合は、やっぱり100均じゃない方がいいですね。で100均の場合だと、こう持ちが悪かったりとか、完全に乾いてからの色の変化があったり、時間が経ったらなんかタッチの印象が変わったりとかするので、やっぱりね続けたいっていう人はもっといいものを揃えてあげるといいかなと思います。で筆に関しても本当にねたくさん種類出てて、1本ねこれ100円200円のものもあれば、もう1本5000円とか1万円2万円とかするものもあるんですけど、まあ最初のうちは筆1本あたり、まあ、200円から1000円前後のものがいいかなと思います。まあとりあえず、まあ、1000円前後の筆があればいいかなと思います。で次絵の具ですね。大事な絵の具、絵の具もね種類たくさんあります。私が今使ってるのはあのホルベインっていうブランドのメーカーさんの絵の具なんですけど、これもねもちろん全色とかで使うとめっちゃ高いんですけど、12色セットとかだったらね全然手が届く範囲でちょっとお金貯めて買おうかなって思えるぐらいのお値段なんで、最初は12色ですねのセットで購入してあげるといいかなと思います。詳しくはね私が書いてるあのブログの方でおすすめの絵の具安い順でね紹介してるので、ぜひ見てみてくださいと。でパレットに関しても、もう最初はね全然紙皿とかでもいいです。100均で売ってるやつで、あのキャンプとかで使うようなお皿でもいいんですけど、やっぱり長く使っていく場合はこんな感じでね、お部屋分けされてるパレットの方がいいです。でパレットの種類も紙パレットだったり、こうプラスチックの場合だったりとか、これはねアルミ製のものとか、あと陶器のパレットとかもあったりするので、まあ、このあたりもね全部概要欄の方に貼っておこうと思います。とにかくこのパレット、絵の具、筆、水、あとティッシュがあれば透明水彩っていうのはいつでも始められます。でこのねティッシュに関してなんですけども、もちろんタオルとかこういう布とかでも全然大丈夫です。私がティッシュを使う理由としては、普通にね水の含みがいいんですよ。やっぱりスッて筆の水を吸収してくれるので、まあゴミはね出ちゃうんですけど、すぐに用意できるから、私はね最近はもう最近というかここ 5,6 年ぐらいはずっとティッシュ使ってますね。はい、でまあ実際に水彩始めるぞって思った瞬間に、え待って何描いたらいいっていうところなんですけど、まずはこの絵の具ちゃんと筆、あと自分の絵柄とかタッチに対する相性を確かめてみてあげるってことが大事です。水彩紙もね100均でたくさん売ってるんで、動画にもしてるんですけど、画材屋さんとかあとロフトとかで東急ハンズとかに行ったら、この画材コーナーみたいなところにあの水彩用の紙っていうのが売ってるので、そのあたりをまずはね買えそうなものから、気に入ったものから手に取ってみるっていうことが大事です。で色を置いていくんですけど、まず水にね筆をどっぷり浸からせます。でドボドボになってる状態で、この状態でちょっと端っこで水を落としてあげて、自分の好きな色、何色でもいいですよ、こうやって取ってあげると、透明水彩ってこうチューブから出してこのカチカチの状態でね、このまんまだったら全然ね手にもつかないぐらい固まってるんですけど、水で濡らしてあげることによってこの表面がねじんわり溶けてくれるんですよ。で筆に色がつくので、あとは画面に好きなように筆をこうやってね動かしてあげる、これだけでさ綺麗や
やない？めっちゃだから一番最初1枚目とか2枚目は何書こうかなとか悩む前にまずは筆をこう画面にね滑らしてあげる。でこの色の混ざり具合とかあめっちゃ綺麗って感じることが大事だと思います。でこうやって筆に絵の具がついたまま別の色を取ろうとするとほらこんな感じでねここで色が混ざっちゃうんですよ。これねすごいもったいないし色がねどんどん濁っちゃうので新しい色に切り替えるたんびにこうやって筆をね洗ってあげてください。で洗ったら端でちょっと水をトントンって落としてタオルでもティッシュでもいいんでちょっとね水をこうやってサササッと取ってあげる。で次の色を筆の先っちょにちょっとだけ取ってまた塗るっていう感じですね。この繰り返しです。透明水彩はでこの時に筆に水分があまりついてなかったらこういうねカサカサした表現ザラッとした表現も描けるし逆に水たっぷりの状態で塗ってあげるとこう透明水彩独特のねこういうじわーってした美しい表現ができます。でこの表面が乾いてない今びちょびちょの状態で別の色を足してあげるとこんな感じでね綺麗に広がっていわゆるグラデーションができるんですよね。なのでよくね質問とかでも来るんですけど何描いたらいいか分かりませんとか頑張って絵を描いたのにいいねがもらえませんとかね友達に下手だって思われたらどうしようって来るんですけどとりあえずそういう第三者の人他の人からの意見とか見た目とかっていうのは一回置いといてまずはめっちゃ楽しいこれ綺麗っていうのを自分が感じる自分が楽しめるかどうかっていうのがやっぱりね、まあ、水彩に限らず絵っていうのは一番私はね重要かなって思っております。いやわかるよ友達にねこれ下手やんって思われたらどうしようっていう気持ちとか思ったようにうまく描けへんってイライラする気持ちもわかるんですけどまずはね楽しいか楽しくないかそれで判断してみてください。で水彩って楽しいって思えたらもっと続けようって思えるしもっと続けようって思えたら自然とね画力とか絵のうまさっていうのもそれにね比例して上手くなっていくのでまずはね水彩ちゃんこんにちはみたいな感じでとりあえず塗ってみてください。まあ、塗っていくうちにねテクニックとか自分こういう描き方の方がやりやすいかもっていうのも身についたりします。はい、で透明水彩の基本中の基本というかまあ大事なことなんですけどキーワードとして混色っていうのが挙げられます。やっぱりね12色にしてもいっぱい色を混ぜてあげた方が綺麗になるんですよね。例えば今ここのね人ざっくり描いたんですけど水彩セットの中にはこういう感じで肌色が入ってる場合もあります。だからあ人物やから肌色塗ればいいんやって感じでこの女の子の向かって左側を肌色で塗った場合はこんな感じ。もちろんこれでもめちゃめちゃ綺麗でも透明水彩の楽しみ方をもう一段上げてあげるには肌色をこのまま使うんじゃなくて例えばこのパレットのね広い部分広いお部屋で赤と黄色を混ぜてできたこのオレンジちょっと女の子やから可愛らしくピンクも入れてみようかなみたいな感じでここで混ぜ混ぜしてあげます。で自分で作ったこの肌色作り出した肌色で塗ってみるとはいこんな感じになります。左側が肌色ね塗ってこっちが自分で作ったいろんな色を混ぜて作ったお肌やっぱりこの違いが出るのでもちろんねこっちの方がいいやんって思う人もいると思います。それはね全然 OK。 ただせっかくたくさんの色があるんやったらたくさんの色使おうやみたいな感じでいろんな色を混ぜてあげた方がよりね絵に深みというか、まあ、色鮮やかな世界が広がってくれるのでまずはねチャレンジも含めて自分でねいろんな色を混ぜて作ってみるっていうことが大事です。自分がね作った色から見つけ出す楽しさっていうのをまずはね味わってほしいなって思います。はい、で二つ目のポイントはやっぱこの水の扱い。水彩ちゃんって水をたっぷり使うのでやっぱりね乾く前に他の色を塗ろうと思っても無理です。だから緑で塗ってもこのほら紫と混ざっちゃってほら境界線がちょっと濁ってるのこれわかりますか。これ本来の黄緑ってこの色なんですよ。こことここ混ざったら困るなっていう場合はこの水彩が完全に乾くまで待つってことが大事です。でさっきの描いたグラデーションのやつこれがね今ね完全に乾きました。完全に乾いた上から塗るとどうなるのかっていうのをちょっとだけやっていこうと思います。この黄色の上に青を乗っけたら本当はこう緑っぽい色になるんですけど今ねこの子完全に乾いてるので上から青を乗せても黄色がねじわーってこっちに入ってこないんですよね。乾いてるからこれが乾く前にやるとこうなります。全く同じ色でやってるんですけどなので水彩を使うときはこの混ざってもいいか混ざっちゃダメなのかっていうのを乾いた上から乾かない上からっていうのを見極めて塗ってあげましょう。まあこっちも綺麗だけどね全然これを使う技法もあるしこっちを使うときもあるし、はい、こういうね水の乾き度によって違いが生まれるのも透明水彩のめっちゃいいところ。
はい、そんな感じでね、サクッと塗り終わりました。ということでね、透明水彩やりたい、やってみたいっていう人は、筆、水、パレットと絵の具、ティッシュ、あと水彩紙。これがね、あればいつでも始められます。まずは、透明水彩ちゃんと自分がね、相性がいいかっていうのを、いろんなね、紙で試してみるっていうことも大事です。結局はね、もう好みになってくるんで、私がね、この筆は完璧とか言っても、人によっては、いや、私はそんなにっていう人もいたりするし、私はこの絵の具よりも、こっちの絵の具の方がいいかも、みたいな、相性もあったりするので、まずはね、試してみるってことが大事だと思います。やり方とか、詳しいね、テクニック集とかはね、もっといっぱい動画上げてるので、よかったら他の動画を見ててください。じゃあ、一緒に画力上げていくために頑張っていきましょう。バイバイ。